ちは、柳野玲子です。今日は天然水素の健康法について株式会社リアリティの伊藤さんにお話を伺っていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ早速なんですけれども、天然水素の健康法について教えていただけますか。はい、うん、まずですね、はい、あの天然水素の健康法の前にですね、はい、あのお聞きしたいんですけれども、何でしょうか。はい、あの健康の反対ってどういう言葉がありますか。健康の反対、不健康ですかね。そうです、そのままですけど。そのままですね、はい、はい、いわゆるその人が不健康になってしまう状態というのはですね、うんうん、あのまあ、一つあのキーワードがあるんですけれども、はい、あの酸化という言葉があるんです。お、酸化聞いたことありますね。はい、はい、あのいわゆる、まあ、物理のね、はい、あの世界でも、うん、釘がね、うんうん、あの水につけていくと錆びていったりとかっていうプロセスをご覧になったと思うんですけど ね、うんうん、そうですね、理科の授業とかで、うん、はい、それがあの状態というのは実は人の体でも起きてるんです、うん、え、私たちも錆びてる感じですか。そうなんですやっぱりあの人が生き死にですね、はい、人が生きて生活して生きている過程の中でどうしても人はですね、はい、酸化状態になっていくんです。それを単純に老化って言うんです。え、生きてるだけで錆びてる。そうなんです。あら、はい、要は赤ちゃんからですね、はい、だん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 年を重ねていってですね、うん、おじいちゃんおばあちゃんになっていきますね、うん、これがあのザクッと言うとも酸化状態なんです、ただこれは自然のサイクルで、はい、あの我々は免れないですね。あ、防ぎようがない。防ぎようがないんですけれども、実は今この世の中でですね、うん、あのいわゆるその酸化をしていくプロセスというのがですね、うん、はい、ものすごく早くなっちゃっていってるんです。え、それなぜかっていうのはご存知ですか。いや、わかんないです。何だろう。実はですね、はい、あの我々が今日頃ですね、吸ってる空気だったりとかですね、はい、飲んでるものだったりとか、はい、食べてるものだったりとか、はい、ね、うん、そういった中にいわゆる添加物だったり、はい、あ、そういったものがですね、はい、体の中に入ることによって、うん、あの酸化状態というのを加速させていってしまうというのが現状なんです。え、じゃあ空気を吸うだけでも酸化しちゃっている、はい、そうなんです。もともと酸素自体はですね、はい、あのまあ、言葉の通り、うん、あの 酸素というね、うんうんうん、はい、ものなんですけれども、はい、それはさ、どうしても我々が生きていくためにはですね、うん、必要なものですよ ね、うん、はい、息しないわけにはいかないですからね。そうなんです、はい、でもただ、うん、吸うことによって酸化は免れないです、はい、なので要は必ず死んでしまうわけなんですけども。そうですね、はい、うん、それをですね、うん、プラスアルファですね、はい、やはり食べ物だったりとか、うん、飲み物だったりとか、うん、そういったところで、うん、あの非常に酸化状態が加速していってしまうと。でも防ぎようないですね、はい、ただ防ぐ方法は一つあるんです。お、はい、それがこのボトルなんですけれども、うん、こちら、はい、はい、あの読んで字のごとく還元と書いてあります、うん、はい、そうですね。この還元という意味ってご存知ですか。いや、私初めて聞きますけど、還元は何ですかね、はい、これはですね、うん、あの今ご説明させていただいた酸化という言葉がありますね、はい、でその酸化のいわゆる反対の意味を持っている。酸化の反対、はい、うん、ということは若返るってことですね。あら、え、はい、若返る、そういうことです。ことができる、はい、ものなんです。なんでなんですか、はい、それは。これはですね、はい、このボトルの中にですね、うん、いわゆる水素というものをたくさん発生させる、ボトルなんですけどね。水素、はい、はい、はい、で、まあ、水素がですね、うん、実はその還元力というものがありまして、はいはいはい、でその水素を大量に飲むことによってですね、うん、はい、その酸化状態を防ぐことができるんですね、水素にそんな素敵な、そうなんです、役割があるんですか、はい、はい、はい、なので、はい、これからですね、はい、このボトルの中の、うん、ボトルとですね、中に入っているお茶を使って、はいはいはい、ある実験をですね、はい、していこうかと思ってますので、はい、あ、じゃあそれ目で見てわかるのですね、そういうことです、体にいいか、はい、あ、じゃあ早速お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、それでは実験をお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、はい、
まずですね、はい、あの各今入れたですね、うん、あのもの、まず測る前にですね、はい、まずあの酸化還元電位というものをですね、ご説明させていただこうかと思うんですけれども、はい、うん、あの酸化還元電位ってあまり聞いたことはないですよね、うん、そうです ね初めて耳にしました、はいはい、これあの実はですね、はい、あの酸化還元電位というのはですね、うん、あのもう数字で、うん、いわゆる酸化の方向に向かっているのか、はいはい、またまた還元の方に向かっているのか、うん、というものをですね、実際も目で見て分かるように数字で表すものなんですね、うん、ほうほうほう、はい、で一つ基準があるんですけれども、はい、実はですね、うん、プラスマイナスの中に基準があります、うん、はい、それがプラス200という数字です。200、はい、うん、でこのプラス200というのが俗に言う体にいいとされているですね、数字なんですね。200、はい、ほうほうほう。でこの200からプラスに行けば行くほど酸化に進んでいく、うん、いわゆる老化という状態、うん、なるほど、やっていってしまうんですけども、うん、よろしくない数値ですね。そうなんです、はい、でその反対の反対、いわゆる還元というのはですね、うんうん、マイナスの数字を示していきます、うんうん、はいはい、なのでマイナスの数字が大きくなっていけばいくほど還元力がありますよと、お、なるほど、いうものなんですね。若返り、そういうことです。ってことですね。はい、なるほど。じゃあマイナスになった方がいいってことですね。そういうことです。なるほど、わかりました、はい。200を基準にして考えるということですね。そういうことですね。はい、了解です。なので今からそれを基準にですね、はい、はい、測っていきたいと思います。はい、お願いいたします。お願いいたします。はい、それでは測定ですね。はい。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですね、うん、1個、はい、あの計測の方させていただきたいと思いますけれども。はい、うん、まずはじめに水道水を、はい、水道水、はい、うん、これはもう水道水をですね、はい、蛇口からそのまま直接ですね、はいはい、注いだ状態ですね、うん、はい、よく私も飲みますけどね。あ、そうですか、はい、こちらはどうですか。250くらいですかね。あ、なるほどですね、うん、はい、基準が200でしたよね。そうですね、はい、はい、あのこの水道水のですね、うん、あの性質というのは、はい、あの本当にあの各地によってですね、はいはい、あの様々でして、ほうほうほう、はい、あとあの厳密に言うとですね、うん、その日その日でもですね、はい、数値は実は変わってくるんですね、はい、この数値はどうなんですか。これはね非常にいい方の数字ですね。いい、じゃあここのお水がすごくきれいですね。そうですね、本当にあのいいお水で、へ、はい、ただあの都市部になってくると、はい、もうひどいところだとだいたい500とかですね、はい、600とか、あ、そうなんですか、っていうところもあります。あら、はい、じゃあ都内もちょっと、そうですね、ですね、はい、ちょっと注意が必要かなと思います。あらあら、ただこの水道水に関してはですね、はい、あのあんまり心配もいらないかなというところですね、うんうんうん、割と綺麗な感じですね、はい、はい、じゃあ、だいたい290ぐらいですね。そうですね、はい、300いかないくらいですね。そうですね、はい、はい、じゃあ、はい、あのこの次、うん、ミネラルウォーターですね。ミネラルウォーター、はい、どうですかね、水道水よりどうだろうな。そうですね、水道水よりは、はい、あの基本的に中に含まれているですね、うん、塩素だったりとか、はい、あのね、トリハルメタンとかよく、ね、はい、聞く、そうですね、はい、それというのは、まあ、基本的にその体にとってあまり良くない物質なんですけども、はい、そういったのがあの実際ね、うん、除去されて、ほうほうほう、生成されたお水ですので、ほうほうほう、基本的には、うんうん、あの数値は上がらないんですけれども、うん、300、あ、少し上がってますね。うーん、はい、まああのやはりお水自体もですね、うん、その採取される場所が、はい、本当にさまざまで各メーカーね出されてますけれども、はいはい、それでやっぱりその水質がまた全然変わってきますので、はい、なるほど、まあ、ちょっと水道水があまりね変わらないという状況ですね、うんうん、そうですね、はい、あんまり変わらず、はい、はい、じゃあ次は、さあ続いて、はい、一般の市販のお茶ですね、うん、緑茶、はい、一回拭いて、はい、いきますけれども、うん、どうなんだろう、緑茶、そうですね、緑茶自体はもともとですね、うん、あの電位はそんなに高くいい、逆に言うといい方の数字をね計測していくんですけど、うん、お、どうでしょう、下がってますね、どんどん下がってますね、はい、うん、200、おお、どん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 下がっていってますよ。そうですね、うん、来てますね、はい、先ほど言ったようにね、うん、あの基準が200という、ねね、ところから下回ってきて、そうですね、もともとお茶というのはですね、うん、その江戸時代とかではね、はい、あの薬として使われてるくらいの、あ、
ものなので体を整えるっていうね、はい、いいんですね。そうですね、うん、はい、市販の緑茶でこれだけ。そうですね、うん、はい、へえ、こうやって数値で見るとより分かりますね。そうですね、あのやっぱり飲みたいものと飲みたくないものっていうのね、うん、そうですね、判断基準がね、うん、もうちょっとこういった数字を見ることによってはっきり ねそうですね、先ほどあの飲まれてた、ね、そうですね、もう多分飲まないと思います。そうですね、であの用途によってね使い分けされるといいかなと思いますね。うん、はい、そうですね、160ぐらいですね。うん、はい、じゃあ、はい、っていうところでしたね。はい、はい、うん、じゃあ次はいよいよ、はい、還元茶ですね。そうですね、還元したお茶をしていきましょう。はい、いきますよ。どうなるんですかね、これは、はい、注目してください、ね、はい、はい、この左手にあのマイナスってありますよね。あ、本当だ、見られた、はい、マイナス、これはもうマイナスの領域にもいってるということですね。本当ですね、はい、マイナス270、はい、そうです。なので基準がプラス200だったので、はい、数字で見るとですね、マイナス470手前に来てるということです。うわ、それだけ若返る力があるということですね。はあ、はい、いやすごい、一目瞭然ですね。そうですね、うん、はい、いやすごいですね、この数値。そうです、いやなるほど。なのでこのお茶をね、はい、毎日こまめに飲んでいただくことによって、はい、体に溜まっているそのいわゆる酸化物質というものが、はいはいはい、要は還元されていくと。へえ、うわーすごいですね。いち早くちょっと飲みたくなりましたけど、はい、ちょうどですね、飲んでいただこうと思います。いいんですか。じゃあぜひ、はい、ぜひお願いいたします。伺いたいですね。そうですね、はい、もう十分ですけど、はい、じゃあ来ますね。はい、ありがとうございます。実験見て私もすごくびっくりしたんですけれども、はい、この還元茶って飲むのはどれくらいかかるんですかね。はい、あの気になるところでございますけども。そうですね、やっぱり気になりますね、はい、こちらにですね、はいはい、はい、ありがとうございます。お、はい、こちらは、はい、あのこの還元1本あたりですね、うん、はい、はい、税抜き価格3万円になります。あ、やっぱりね、それぐらいしますよね。わかります、はい、やはりね、それぐらいは、はい、だって少しねお高い感じはするかと思いますけれども、まあ、正直そうですね、はい、安いとは言えない感じですけれどもね、はい、うん、やはり、今ですね、はいはい、やはりこの還元のみならず、はい、いわゆるその水素グッズというものがですね、うんうん、あのたくさん世の中にあります。はいはいはい、はい、で特にですね、はい、よくそのコンビニだったりとか、はい、あとはそのドラッグストアなんかにですね、うん、はい、よくあるのはこの上にありますこの水素水パックっていうね、これ私も飲んだことあります、はい、アルミパウチの中に入っているお水なんですけれども、はい、うん、ね、うん、それがですね大体平均で約300円300円ですね、うん、はい、うん、それをですね、はい、毎日真面目にですね、はい、飲み続けると365日毎日、はい、1年間で約ですね、実はこちらに書いてございます、はい、うん、21万円。うわ、これはちょっと実はね結構かかってしまうんですよ ね、はい、毎日飲み続けられるものじゃないですね。そうですね、そう考えるとね、はい、でなおですね、うん、やはりあのご家族がいらっしゃったりとかですね、はいはい、兄弟がね、うん、多いご家庭なんかですとね、うん、はい、さらにこの金額、そうですよね、上回りますよね、はい、いってしまうんじゃないかな。うん、一人でも厳しいのに。そうですよ ね、ちょっと、はい、なのでこの水素水パックだったりとかですね、はい、あと、下にありますサプリメント類、うんうん、あとこちらのボトルというのはですね、はいはい、缶の入っているものですね、はい、水素水ボトル、はい、うん、そういったものもですね年間通してしっかり使っていただくとやっぱこれぐらいの、ね、金額にどうしてもなってしまいます。かなりかかりますね、はい、うん、でもそう考えると3万円ってね、そうなんです、安く感じますね。そうなんです、うん、はい、この還元はですね、はい、基本的に陶器でできていますので、うん、
半永久的に使うことが可能です。え、1年でだって何十万でかかるのに、はい、半永久的ですごいですね。そういうことです。あら、はい、ですので、うん、一度ねお買い求めいただければその金額で、はい、うん、あとご自身が長く使っていただければいただくほどお安くなりますし、はいはい、あとご家族の方、うん、ね、ご兄弟がいらっしゃったりとか。そうですよね、みんなで飲めますしね、はいはい、皆さんで飲めばさらにお安くなるんじゃないかなと、うん、というところですね。さらに代々受け継いでいけば、そういうことです。もっともっとお安くなるっていうことですよね。そういうことです。へえ、いいですね。これ1本で、うん、各ご家庭のですね、はい、健康のサポートに。はあ、なるほど。これやっぱり自分でね飲みたい、はい、飲むにもいいですけれども、やっぱりプレゼントするのがすごく私はいいなっていう風に感じるんですよね。これだって素敵ですよね。はい、そうですね。またこの立派な木箱、はい、還元っていうこの文字、そしてさらに裏にはメッセージまで書いているという。そうですね。この還元のですね、うん、作り上げた開発者のですね、はい、良くなれという思い、はい、そういったものをですね言葉に綴っておりますので、はい。でやはりですね、ご自身も当然そうなんですけれども、うんうん、やはりお世話になっている方々、はい、あとやっぱりねご両親だったりとかですね、ご親族の方にですね、贈答用っていう形でですね、はい、こういった形で贈答用としてね、うん、ご注文いただいた方にはですね、はい、こういったフィルムもですね放送させていただいて、ご注文も承っております。あ、いいですね、はい、これちょっとサプライズで電話してこうやってね綺麗に包んでくれるんだったら ね、 そうですね、届いてびっくりっていう方が、はい、そうですね、いいですよね、はい、やはり木箱に入っていてね、やはり開けられた時のですね、はい、びっくり感っていうのは、うん、はい、やはりいいじゃないですか。そして裏にはメッセージも書いてありますからね。そうですね、はい、こんなん届いたら泣いちゃいますよ。そうですよね、僕もプレゼントしてますので。あ、喜ばれると思います。やっぱり自分で飲むのもいいですけど ね、 ね、周りの大切な方にも飲んでいただきたいなと思いますので、ぜひ皆さんもお試しください、はい、ということで今日は株式会社リアリティの伊藤さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。体に美味しい還元水素茶、皆さんもいかがですか？